しみです。楽しみです。はい、好きな、自分の好きな選手なんで、小山選手が、あ、小山選手、はい、なんで めっちゃ嬉しいです。見るたびにいつも買っているんで、上手やなと思って明日いっぱい聞きます。初日の第1レース1着だった高田選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。初日ということでね、ちょっと緊張しますよね。そうですね、1レースなんで緊張しましたはい、では振り返っていきましょう。副勝率ナンバーワンのモーターなんですよね。はい、7点、まあ、あまりたくさん走ってないにしても ね、はい、なかなかの勝率だと思いますけれども、はい、全体的な評価はどうですか。ちょっとまあ、結構 A 級の方が多く乗られてるんで、あんまり期待しないようにしてそれで、まあ、若干ちょっと、まあ、ちょっとパーセントは結構いいエンジンだったので、まあ、今節も頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、1レース1着高橋選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました忘れてましたおはようございます。登録番号4690、東京都大田区出身の高井真也です。最後まで諦めずに一生懸命走ります。よろしくお願いします。9レースの1着が高井選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。高井選手にはピラミちゃんのプレゼントです。はい、ありがとうございます。はい、では振り返っていきましょう。はい、ここはちょっと起こした時早いかなと思って様子見ちゃったんですけど、はい、まあ、特にそうですね、届き具合っていうのはどうです。スローは普通に届いてるなっていう感じです、うん、はい、はい、スローはなんかダッシュはちょっと起こしが難しくて、そういうことですね、あんまりいけてない感じですね。はい、はい、明日もどんなお天気になるかわからないのでね、はい、はい、ではファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日からも一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、9レース1着高井選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。